どうも、たくのみばたけおです。今日もよろしくお願いします。今日はアイが久しぶりにキルフォーマーを引っ張り出してきました。なんかね、気づいたら家ではもうほとんど飲んでなかったですね、この 1、2年。調べたんですよ、 YouTube いつやったかなと思ったら、 YouTube 始めた頃にちょっと飲んでましたね。その時は僕は初キルフォーマンだったんですけど、まあまだね、キルフォーマン蒸留所自体アイラでは2005年に開設された、比較的新しいアイラの蒸留所ですね。でキルフォーマン自体はまあアイラなんでやっぱりピーテッドなんですよね。まあ、アイラなんでピーテッドってのもおかしいですけど、まあ、ちゃんとアイラの流れを組んだピーテッド麦芽を使ってて、まあ自社農園も持ってて、ファームトゥグラスっていうことで、農園からもうこのグラスの入る液体まで全部自社で作るというのをね、一応モットーにしてやってるんですけど、まあ、一部大麦麦芽はポートエレン社から買ってます。はい、ポートエレンの方が、自社バッグを使ってるのは 25% かな。ポートエレンの方のバッグは使ってるんですけど、自社農園のバッグで、しっかり、ピートを炊き込んで作ってます。ポートエレンのが 50ppm。自社は25だったかな。んで、出来上がるものとしては大体こう、50ppm ぐらいのフェノール値だと。言われてますよね、キルフォーマン。で、今日はですね、僕、キルフォーマンは、まあ、この代表的な日本と、あとは免税店用を持ってるんですけど、今日はこの代表的なね、キルフォーマン、マキアベイ。これが、まあ、いわゆる、代表銘柄というか、一番売れてるやつですね。そして、キルフォーマン、サナイグ。この2つをね、飲み比べでやってみたいなと思います。で、まあ、事前情報としては、両方とも、ノンチルノンカラー。アルコール度数は両方とも46度ですね。で、マキアベイの方は、今ね、今日ネット見たら6000円から6500円ぐらいですかね。で、サナイグが7500円から8000円ぐらい、になってますね。昔に比べたら値段は上がってるのかなとは思うんですけど、熟成年数は表記されてないノンエイジのボトルですね、両方とも。はい、そしてこっちマキアベイはもともとですね、このキルフォーマン自体、熟成樽は最初はね、バッファロートレイス、バーボンですね、バッファロートレイスで使っていたバーボンダルをもうメインで、ずっと使ってたんですよね、最初の時は。はい、そしてそのバーボンダルがメインとなって、作り上げられているのがこのマキアベイの方です。まあいわゆる通常版というか、まあ代表銘柄ですね、キルフォーマンのマキアベイ。そしてサナイグは何かというと、マキアベイの後に発売されたんですけど、サナイグはですね、オロロソでしたね、シェリーダルの方の味わいを主体にした、一本になってます。なので、色合いもほら、もう全然違いますね。だから、サナイグの方が完全に、これはオロロソのシェリーダルがよく効いているこういう色をしております。はい、では香りから、マキアベイはいかにもなアイラノンゲージなんでね、やっぱりその若アイラという感じの 50ppm が効いてますね。はい、でサナイグです。こちらもね、やっぱりさすがに 50ppm あると
ピート感、スモーク感がすごいんですけど、やっぱりシェリーダル効いてて甘い香りがします。うん、香りはね、完全に甘めですね、こっちの方が。はい、いただきます。あー、巻き鍋美味しい、アイラっていう感じの味わいです。そうですね、やっぱり巻き鍋まだヤングアイラっていう感じが、うん、まあしますね、正直。うん、そんなに熟成感はない感じです、巻き鍋の方は。サナイグです。うん、比べるとやっぱり値段もね、若干高いんですけど、まあそれが分かるなっていうのが、うん、やっぱりね、シェリーダルの効いたアイラのピートっていうのは、うん、甘煙っていうか、甘臭いというか、甘くてね、で、ピートが効いてるという、この美味しさが絶妙にこう現れていますね、サナイゴは。うん。ああ、サナイゴ美味しい、やっぱり。うん、ちょっと氷をね、一かけずつ入れて飲んでみます。はい、ではキルフォーマンのマキアヴェリのロック、香りがやっぱね、消えるとやっぱりこう閉じるんですけど、閉じた時に、うん、サナイガじゃない、マキアヴェリはピート香はします。サナイグはピート香だけじゃなくて、サナイグの方がやっぱ香りは強いですね。冷えても、うん、甘い、シェリーダルから来るミックスフルーツ的な甘みの香りがします。はい、いただきます。おー、マキアヴェリは普通に美味しいですよ。うん、やっぱりいいな。やっぱりなんかこういうね、もうほんとベーシックなアイラモルトっていう感じになりますね。うん、でやっぱボーモアとか、あ、カリアとか、まあいわゆるその伝統的な昔からあるアイラモルトと違って新しくできてるんで、まあ、今からはね、期待がもっともっと持てるのかなというようなアイラモルトになってくるんでしょうね。はい、ではサナイグです。甘い、うん、やっぱり飲み比べて分かるのは、まあ、サナイグの方が一味ついてますよね、フルーティーな味が。うん、まあ、これね、好みが分かれますけど、両方とも美味しいアイラモルトです。共にアイラのピートがよく効いてます。ではね、あと両方ハイボールにして、ちょっと飲んでみたいと思います。はい、ということで、キルフォーマンハイボールをね、2つ作りました。もうハイボールになっても、色違いますね。やっぱりね、もういかにも、こう、シェリーっていう感じと、まあ、こっちはバーボンになる普通の感じですよね。美味しそうです。いただきます。マキアヴェリから。うまぁ。アイラハイボール選手権を思い出す味です。いい感じ。うん、フェノール値が高いんで、やっぱり
かなりピート感があるんですけど、そんなにねスモークっていう感じではないピート感ですね、正直。そして、やっぱり若いんでしょうね、酒質が割とライトだなぁと今飲んで思いました。はい、ではサナイグです。こちらもですね、やっぱりフルーツ感がマキアベに加わった感じです。そしてまあシェリーダルなんでハイボールどうかなと思ったんですけど、まあ確かねオロロソロだったと思うんですよね。そんなにねネガティブ面は出てない感じですね。書いてあるかな、ちょっと樽の種類までは書いてないかな。確かね、もうね、オロロソだったと思います。だからかな、そんなには、きつい、ネガティブな、ハイボールになって出るシェリーダルのネガティブ面がなくて、飲みやすく割と仕上がってますね。あ、やっぱり甘いっていう点が加わるんで、正直サナイブの方がちょっと美味しいかな、個人的には今日はねそう思いますね。まあこれハイボール選手権でも一緒で、 日によってはマキアベが美味しく感じる日もあるでしょうし、ともにね全然しっかり作ってるスコッチなんで美味しいですよ。まああとは値段の関係でね、それとそのシェリーダル感が好きかどうかというところもあると思いますので、アイラーピートの感じはしっかり出てます。ただね、煙いかどうかでいうと、煙というよりもピート香がしっかりしてるなっていう、なんかね、スモーキーとピーティーと僕の中では若干違うんですけどね、なんかその辺の差があるなとは、ちょっと思いました。はい、ということで今日はキルフォーマンを久しぶりにやってみました。タクノギワタケのね、あとまあウイスキーがメインで蒸留酒メインのチャンネルでございます。ウイスキーがメインでやっておりますので、ウイスキー好き、お酒好きの方ぜひチャンネル登録していただいて、一緒にウイスキーライフ、お酒ライフ楽しみましょう。はい、じゃあ今日のタクノギはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね。